寒いですわね。体ばかりか心まで凍りつきそうですわ。風がまるで悲鳴のようね。嘆きの東京ってこういうことなのね。他の2つの領域もみんなで乗り越えてきたんだ。気をしっかり持とうぜ。雪真っ白、冷たい、ふわふわ。あー、ちょっと待ちなさいよ。最初に足跡つけるのは私だってば。遅れを取ってたまるか。テルンのおかげだろうけど、あんまり気にしてないのもいるっちゃいるな。うん、そうだね。どうした、なんだか嬉しそうだな。もしかしてお前も雪遊びしたいのか。え、そんなこと、実は少しだけ。どうしたんだゼロス、顔色悪いぞ。大丈夫か。いや、なんかね、この景色見てると気がめいるっていうか。で、何ロイド君、心配してくれてんの。そりゃ仲間になったんだし、そんくらい別に当たり前のことだろ。うん、まっすぐだね。ゼロス？冗談だって、そうやってすぐ反応するとことかさ。いや、ほんとロイド君は純真だね。しかし砂漠や荒野と違ってこの雪に寒さだ。弾を探すにしても同じというわけにはいかないだろうな。ナハトたちが待ち伏せしているかもしれないのよね。どうしたのテルン。感じるです。この冷たさの中にいて、はっきりとした暖かさがあっちです。ここに来てテルンの力がどんどん高まっているみたいだけど、どういうことなんだろうな。夢紡ぎになったからということもあるだろうけど、テルン自身の成長も大きいんじゃないかな。新しい力やナハトとの対決、テルンにとっては楽なことじゃなかったはずだ。俺たちが支えてやれるといいんだが。あったです。うそ、もう。あー、今度は私が見つけたかったのに。すみません。でも今回ははっきりと場所が感じられたですから。まあいいじゃないか、この場所に長居しなくて済むんだし。喜びの玉か。これで慈しみ、望み、喜びの3つが揃ったわけだが。見つかったのはいいとして、それでどうしたらいいのかしら。もちろん起動させるんですよね。ああ失礼、野郎にもその方法がわからないんでしたね。あの石板には大したことは書かれていませんし。シェイド、ユーリとプレセアもやっぱり来てたのか。ああ、お前らが早いとこ弾を見つけてくれたおかげで凍えずに済んだぜ。そういうことです。それにしてもゼロス、他の人はともかく、あなたまであっさり寝返るとは思いませんでしたよ。後悔で眠れなくなったりしないのですか。全然、勝ち馬に乗るのが俺様の流儀なんでね。呆れた方ですわね。そう言ってくれるなってナタリアちゃん、ちゃんと戦うときは戦うからさ。メルディもゼロスもみんなが仲間。うん、まあいいでしょう。リューリ、プレセア、行けますか。いつでもいいぜ。はい。みんな来るよ。でもわからないよ、この人たちもナハトも。そうですわね。ですが今は守り抜くことだけを考えましょう。戦えますの、柔道。うん、結局戦うのか。みんな気をつけろ。
前らが弾3つとも揃えてくれたんで手間省けたぜ。あとはまとめて壊せばそれでしまいだ。なぜだ、なぜルーフレスであるナハトがラーフに対抗する手段を壊そうとする。この5人を呼んで答えるとでも思ってんのか。あら隠れよ。ならば僕はこの身に変えても君たちからテレンと弾を守る。あら、これから戦おうというのに上の空でどうしたのかしら。おや、これは失礼。ちょっと段取りをつけていたものですから。段取り？いざという時の奥の手の準備です。あなた方を倒すためのね、少々時間はかかりそうですが。奥の手って？ただの魔術だろ。あいつのいつもの手じゃねえか。ただの魔術ね。さあどうでしょう。いざという時のためにナハトから与えられた力ですから、ブールの領域につないだもんから引き出した力を私の術に練り込み一気に解放します。皆さん全員を消し積みにするくらいの威力はあると思いますよ。てめえ、僕の足を引っ張るなよ。よし、行ける。手は抜かないわよ。ぶっ潰す。力が湧いてきました。私、頑張るね。甘いわね。フォトン、次です。足引っ張んないでよ。すぐに終わらせる。ファイヤーボール。僕の足を引っ張るなよ。よし、行ける。はあ、次、ぶっ潰す。私、頑張るね。手は抜かないわよ。死ね。この程度か。力が湧いてきました。スターストローク。すぐに終わらせる。足引っ張んないでよ。ファイヤーボール。
よし、いける。で、次。ぶちぶす。これでどうだ。私、頑張るね。レイトラスト、簡単だったね。手は抜かないわよ。僕の足を引っ張るなよ。力が湧いてきました。すぐに終わらせる。力よ。なんとかしないと。よし、いける。で、次。ぶちぶす。もらった。私、頑張るね。手は抜かないわよ。敵への情けは持ちたくないから。僕の足を引っ張るなよ。すぐに終わらせる。力が湧いてきました。足を引っ張るなよ。私、頑張るね。レイトラスト、これはどう。クレイブ、この程度か。すぐに終わらせる。魔人剣、湧いてきました。ファーストエイド。ごめんね。なんとかしないと。
行け。このままじゃ。ぶっ潰す。私、頑張るね。手は抜かないわよ。足を引っ張るなよ。すぐに終わらせる。てや、俺が守ってみせる。クレイブ、この程度か。守護法陣。力が湧いてきました。これで終わりです。起源滅生陣。時は戻らない。それが自然の摂理。なんとかしないと。させないわよ。万象を成し得る根源たる力、太古に刻まれしその記憶、我が呼び声に応え今ここに蘇れ。エンシェントカタストロフィー、これが私の研究成果よ。まずいです。このままじゃ。放水剣。まずいです。蹴散らしてやる。収縮ライザン。なかなか。手は抜かないわよ。ノクターナルライト。カネーナット。私、頑張るね。レイトラスト。しっちまった。簡単だったね。よし、やるぞ。僕の足を引っ張るなよ。私、頑張りますよ。はっ、させません。よっ。なんとかしないと。さあ、させません。軽い軽いした。このままじゃ。蹴散らしてやる。手は抜かないわよ。私、頑張るね。よし、やるぞ。僕の足を引っ張るなよ。私、頑張りますよ。このままじゃ。なんとかしないと。蹴散らしてやる。手は抜かないわよ。私、頑張るね。よし、やるぞ。僕の足を引っ張るなよ。私、頑張りますよ。
あのままじゃ。リカバー。ごめんね。なんとかしないと。蹴散らしてやる。手は抜かないわよ。受けなさい。私、頑張るね。よし、やるぞ。僕の足を引っ張るなよ。やらせはしないわ。やりますね。さあ、これからだよ。私、頑張りますよ。蹴散らしてやる。もらった。甘い。なんとかしないと。私、頑張るね。スプラッシュ。よし、よし、やるぞ。魔人剣。僕の足を引っ張るなよ。エンジェルフェザー。油断みんなしますか。どうにか生きてますわ。お前らの仲間になったことを後悔するとこだったぜ。やっぱりジェイド強いな。少々意外でした。彼らがこれほど腕を上げていたとは。なるほど、ゼロスが裏切るわけですね。動じっちまったな。え、どうすんだジェイド。プレセア、動けますか。はい、まだ大丈夫です。まだやる気なのか。いいえ、まさか。用意したブールは全滅。どうやらナハトの加護も消えたらしい。となればやることは一つです。降参します。はい、降参。へいへい、降参降参と。降参です。なんなんだよ一体。散々人のこと非難しておいて節操なさすぎじゃねえのジェイドさんよ。心外ですね。極めて現実的な判断をしているだけですよ。あなたと同じようにね。あのナハトのこと聞かせてほしいです。そうだ、降伏した以上こっちが知りたいこと全部教えてもらうぜ。それはできません。ちょっと、そんなの通ると思ってるの。知らない方が良いこともありますよ。どうしてもというなら本人から直接聞いてはどうですか。私たちをブールの木から守るために近くにいたナハトの思念体も今頃はもうメランコリウムでしょう。思念体？はい、思念体です。この世界で適切な言い方か分かりませんが、実体のない分身みたいなものです。あなた方が見ていたナハトは途中からずっと実体ではない思念体だったんですよ。彼の本体はずっとメランコリウムを離れていない。行ってみてはどうです。道案内くらいはしますよ。あんなこと言ってますけど信じられるんですの。幸福の仕方といい怪しすぎる。罠かもしれない。でも確かに遅かれ早かれメランコリウムには行かなきゃならないんだよな。テルポン、玉の方はなんか反応ないの。やっぱりダメです。力は感じるですけど念じても何も起きないです。3つ揃えただけじゃダメか。んじゃあやっぱりもうメランコリウムに行くくらいしかやることないんじゃない。肝心の弾の使い方もわからないままナハトが待つメランコリウムに行くのは正直自殺行為なんじゃねえの。確かに何の当てもないのに行くのは危険が大きいが、かといってこれ以上打つ手もないか。あの僕行きたいです、ナハトに会いに。テル、危険なのはよくわかるですけど、やっぱり会って答えを聞きたいです。今度は自分から会いに行って。そっか、決意したんだな。だったら俺も付き合うぜ。会おうぜ
那覇取り。腹のくくりどころか。で、結局この3人はどうすんだ。連れてくのか、置いてくのか。置いていけば確実にブールの餌食ですわ。勝ったのはお前らなんだ。好きにすりゃいいさ。君は、あのな、みんなメルディとゼロス仲良くしてくれた。ジェイドたちも同じしてほしいよ。アスベル、ジェイドとユーリとプレセア、友達。あのゼロスさんたちと同じで、この人たちからも悪意は感じないです。私もこの人たちを信じたいです。皆さん、なんとかなりませんか。わかった。敵だったとはいえ、同じ目覚めの人を置き去りにすべきじゃないな。どうだろう、みんな。とはいえ、頭から信用するのも危険じゃないか。じゃあこうしよう。悪いけど、お前たち3人とも手は縛らせてもらう。あ、ついさっきまで剣を交えてたんだ。妥当な判断だと思うぜ。依存はありません。こんなことしたくはないけど、ごめんな。じゃあ縛るわね。きつかったらごめんなさい。お手柔らかに頼むぜ。私、そういう趣味はないんですがね。お前は黙ってろっつーの。